石川県新川郡の範囲新川郡は、石川県にあった郡。新川は、上岩寺川の湖名である。越中国の東半分を占め、神通川を境界として、ネイ郡に接していた。現在の富山県のうち、富山市街の一部を除く、神通川伊東及び、富山市、草島、金山新、金山新中、金山新東、金山新在、金山新南。 金山に来た、羽根、高田及び八尾町西人通の一部にあたるが、行政区画として確定されたものではない。飛鳥時代後期に否定される、飛鳥池遺跡から出土した木管に、高市新川標石五十個代目とあるのが、初見である。延暦25年に成立したとされる、万葉集には、慈悲化派と表記されており、上平年間に編纂された。 和名類受賞には、地ヌのカナとある。ネイ軍との境界は明確なものではなく、かつては、上岸寺川が谷口から西北に流れ、伊達川と赤江川に沿う形で北流し、神通川に合わしていたと考えられており、その急流を、軍境としたとされる。江戸時代には、神通川付近の一部が、富山藩領となり、残りのほとんどが、加賀藩領となった。 加賀藩側には越中七金山と呼ばれた鉱山群があり、藩の貴重な収入源となっていたことも地域が分割された理由の一つとされる1871年の廃藩地権により、そのまま富山県、金沢県となり、同年のうちに新川郡、根井郡都並郡の領域をもって一県とし、県庁所在地の群名から新川県となった。1876年、 新川県は石川県に編入された。1878年の軍区町村編成法により、上新川軍、下新川軍の2軍に分割。その後、上岸寺川などの石川県の治水行政に関して、越中国内での不満が高まる中で、軍権運動が起こり、1883年5月9日、石川県から再分離されて、富山県となった後、 1896年の軍政志向の際に、上にい川軍から中にい川軍が分割された。和名類受賞には、軍内の重居が確認される。演技式新名庁には、古市中国新川軍に、以下の七座の七社が記載されており、すべて勝者に列している。日本三大実録に三社が記載されている。日本気略に一社が記載されている。ありがとうございます。